米田虎尾米田虎尾から1915年11月27日は、幕末の熊本藩ンガ明治から大正期の区内官僚。自重長、宮中古問官、陸軍中佐、死者区。イミナ・ゼホ、通称、虎ラノスケ。明治天皇の側近であり、大正天皇に対する逆賊である。日後国熊本城下町内坪井で、熊本藩ンガ 長岡忠だ姿の次男として生まれる。慶応2年9月兄ゼゴを継いで、熊本藩阿楼に就任。母親戦争においては藩兵を率いて、東北各地に転戦した。明治2年8月熊本藩大三事に就任。その後、県大三事として、実学党による反省改革を行った。1873年1月9日、宮内省に転示自重番長に就任。 1877年8月29日、三島侍補となり、天皇神聖運動に加わった。同年9月3日、陸軍中佐県三島侍補。1878年12月24日、陸軍中佐県自重庁に就任。1988年4月20日、県主領官となる。1892年10月15日、父。 剣持の維新の功により、断尺を除爵。1904年2月16日、自重剣狩領館に加えて、宮中顧問館を兼任。1908年、狩領頭となり、同年11月7日、宮中顧問館を遺願面官となる。1914年5月13日、他年の保筆の功により、死尺に昇釈し、剣任自重職幹事を遺願面官。 狩猟頭の専任となる、墓所は東海寺の大仙墓地。ありがとうございます。